カボス TV ゆうじです。おはようございます。いつもご視聴、たくさんのコメント本当にありがとうございます。コメントの方はしっかり全部チェックしてるんですけど、なかなか返信できてませんけど、なるべく返信していきたいと思ってますので、今後ともたくさんのコメントご指導どうぞよろしくお願いいたします。今日も天気いいですね。今日は暑くなりそうです。午前中の作業になりそうですけど、昨日はマギ草カッターデラックス、これのご紹介でした。で、あれからですね、夕方もちょっと草刈りをやってみたんですが、若干ねやっぱ振動が出ますね。ちょっとこう最後に手にビリビリ感が残るような感じがします。よく切れるんですけど、ちょっとそこが気になったな。まああれだったらデラックスより以前ご紹介した普通のノーマルのマギ草カッターの方がいいような感じがしたな。あれも結構切れたんで、そんな気がしました。まあもうちょっと使ってみないと何とも言えませんけど、昨日一日使った印象としては振動が出るような気がします。でですね、昨日も言いましたけど、それに似た商品で今回はこちらね、ヘキサゴンブレード、これか。まあ一緒ですね。ジプソンの上にこの巻き付け防止刃ということで、シャフトのところに巻きついた草をこれでカットしていくというやつですね。なのでつる草などはいいということです。これを今日は試してみようと思ってます。じゃあ今日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタンどうぞよろしくお願いします。ではまずですね、昨日の巻き草カッターデラックス、どんな感じかやってみましょう。それでは今日も一日頑張るよ。はい、こんな感じで枯れます。チップソーの裏に、まあこういうふうにつくやつですね。はい、このカッターでこう巻きつく、このシャフトに巻きつく草をカットするというタイプです。絡まったと思ったら、若干上にこうシャフトをポッと持ち上げるとここでカットできるということで、つる草とかの絡みを、軽減するというものですね。では次に今回ご紹介するヘキサゴンブレード、これに交換してやってみましょう。はい、こちらですね。まあ、説明書を見るとナイロンコードにも使えるようですね。取り付けは巻き草カッターと同じようにチップソーの狩り場の上に取り付けるタイプです。こういうふうにね、2枚入りです。これも2枚入りです。価格がね、これ価格が忘れたいな、いくらやったかな。ということでこれを取り付けていきます。はい、取り付けていきました。まあ回転方向といってももうこうしか使わんわ。巻き草カッターはただのブレードやったんやけど、これはちょっと分かる、刃を研いだような感じやな。ちょっとこう手で触ると危ない感じで、ここはね取り扱いは注意した方がいいと思う。で、まあ、上についたフィンとここの、下向きのフィン、上下両方あるっていうことやな。持った感じは巻き草カッターの方が、ちょっと
鉄っぽい。こっちのヘキサゴンブレードの方はステンレスっぽい。そんな素材の違いがあると思います。いや両方鉄か分からんけど見た感じ。ではこれで切ってみましょう。こんな感じですね。絡みも少なくて巻きくさかった同様に切れますね。これは一緒ぐらい切れるな。どっちがどっちっていうか両方とも一緒ぐらい切れる。そんな感じでした。もうちょっとやってみないと巻きくさかったデラックスのようにいいだけじゃなくてどっか欠点もあるかもしれませんので、もうちょっとしっかり使ってみましょう。で巻きくさかったデラックスで気になった振動ね、これもどうかなっていうところもぜひ検証してみたいと思います。じゃあまあ一通りぐるっと作業していきましょうかね。じゃあ今日も暑いですけど頑張りましょう。はい、今のところは、振動はそんなに気にならない。今のところはね、もうちょっと使ってみよう。
もう一段残ってますけど、これな、ヘキサゴンブレードな。やっぱ振動出るな。巻き下がったデラックスより少しいい感じやけど、振動が出る。もしかして草刈り機が悪いんかな、振動が出るの。チップ層はまあ機能変えて状態はいいんで、そんなに振動は出らんと思うけど、ちょっと外してやってみようかな。ついでにちょっと休憩しましょう。水分補給してね。まあこの九州地方の山間地はまあ朝晩は結構涼しいんですけど、やはり日中は結構日差しもきつくてね、暑いです。でも日陰に入ると割と涼しいですよね。まあ町の方に行くと、まあ、どこに行ってもこうムシムシ暑くて、エアコンがないとちょっと熱中症になるっていうところもあるんですけど、まあ、こういう田舎はね、陰に入れば 割と風が通って涼しいですよね。そういうところはいいかな。まあちょっと一服しましょう。今日もな、朝キーちゃん来てな、まあ、我がな、今日は何すんのか、草切りじゃんみたいな、ああ張り込むのよっちゃん話しよっちゃん、我がもう朝だけにしや、昼間すら悪いぞ、昼はもう草刈りすんなや、的確なアドバイスやな。まあ、私たちのことを親密にこう面倒見てくれるとか、そういうところはありますよね。まあこれはもう昼間しないっていうのは当然なんですけど、こういうふうに声かけしていただくっていうのがね、本当にありがたいですよね。ちょっとあとちょっと無理しよったら終わるのにっていうところがやっぱあるでしょ。でもそういう時でも、もうちょっと残っても今日はやめようとか、いう判断が、その声かけのためにね、そういう判断になると思いますので、まあ、大変ありがたいですよね。素晴らしい大先輩です。たまにね、昼間でも草刈りさせるような人いますけどね、もうそういう人はどうかなというふうに思います。でもね、もう私の地域の大先輩は本当に、しっかり目配りしていただいて本当助かってます。まあ、こういう先輩が地域によるとやりやすいですよね。いろんな豊富な知識も持ってますし、大変ありがたいですね。まあそんなお話でした。まあ、もうちょっとゆっくりしましょう。今9時か。もうちょっとだけやろうかな。でももう途中で暑くなったらやめます。もうちょっと休憩しよう。はい、再開しましょう。でちょっと振動があるんで一回外してやってみようかな。草刈り機が悪いんかなとか思って、まあ、これでまたちょっとやってみましょう。やっぱ外したら振動はないな。ということはやっぱりブレードで影響されて振動が出るってことやな。つる草がうわーって出たところだけあれをつけて切ればいいんかなっていうふうに思いますけどね。
かな、カタリ線香持ってないな。はい、終わりました。あのブレードを使ったらやっぱり振動が出る感じがしますね。まあそういう感触がしました。こんな感じで終わりました。ここはネット張ってるんで、ネットの周りはちょっと手で抜いていきましょう。で下の段ですね、下の段でその下の段やりました。まあここは手で抜いていくんですけど、ちょっと結構気温も上がってきたので休憩しましょう。はい、ということで今回はですね、つる草とか竹の高い草、シャフトに絡まるっていう問題があって、まあそこはこういうですね、こういうものを使って、まあ2回にわたってなんですけど、こっちの方がメーカーが金星っていうところですね、これの巻き草カッターデラックスで、こちらの方がメーカーが三洋金属、ヘキサゴンブレードということで、まあ、狩り場の上につけてシャフトに絡みつく草をカットするというものですね。まあどちらとも使った感想はよく切れるっていうか、つる草とか絡む時にそれを切って防止してくれます。そんな感じ。たださっきから言ってるように、私はちょっと振動があるような気がする。振動がそんな気がする。とてもいい商品やけど、まあ振動感じらんっていう人もおるんかもしれんけど、私だけかなとか。去年使ったこの巻き草カッターのもっとちっちゃいやつ、それはねあんまり振動があるとか感じなかったんやけど、上の羽が大きい分は振動が出るんかなとか思いますね。ということで今日はこのヘキサゴンブレード、これの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の動画はこれにて終了いたします。次の動画でお会いしましょう。